府中刑務所刑務所は法令に違反し、裁判の結果、刑罰に服することとなったものを習慣する刑事施設である。刑罰としての公禁は13世紀頃から用いられるようになり、宗教裁判の広がりとともに頻繁に行われるようになったが、その当時は修道院などを一時的に使用する場合が多く、刑務所、あるいは牢獄といえば、裁判を待つ、未決集や執行を待つ、 死刑囚などを拘禁する場所を指した。当初は長期の拘禁を予定していなかったため、裁判所長者などの地下などに簡易的に作られた、非衛生的なものが多かった。現代の刑務所に相当する施設は16世紀頃から出現したとされ、ロンドンのブライトウェル宮殿やロンドン島、アムステルダムの長寿場バスティーユの城塞を使用したものなどが代表的である。やがて、 経済者らの罰金や債務支払いを強制するための身柄拘束施設としての役割も持ち始め、牢獄などと融合しつつ、刑事施設化していった。また、死刑の縮小に伴い広がっていたガレー戦焦げ、やつ刑や植民地流刑は、18世紀頃には、植民地の独立や小船の出現など社会情勢の変化と共に衰退していき、受刑者の公金施設の建設の必要性が、 高まっていった。一般に、この頃の刑務所は、1703年に、クレメンス11世が建設した、三味刑令官会など一部の例外を除き、非衛生的で悪兵に飛んでいたため、受刑者の人権を確保するための運動が行われるようになった。有名な運動家として、ジョン・ハワードなどが挙げられる、19世紀に入ると自由刑が刑罰の中心に座るようになり、各地で、 本格的な刑務所の建設が行われた。主な刑務所の制度としては、オーバーン製とペンシルベニア製の2種類があり、アメリカ合衆国では、オーバーン製が、ヨーロッパでは、ペンシルベニア製が採用され広まった。やがて、所内に近代的な工場を持つものや、金網のフェンスのみでコンクリート塀のないもの、高層ビルディング形式のものなど、監獄のイメージを払拭するような刑務所も、 誕生していった第二次世界大戦後、国際連合は、刑務所全般の非衛生的環境、非人間的な強制労働、奴隷的な待遇の改善のために、国連飛行禁止待遇最低基準を採択した。これは1957年7月31日に、承認され、改めて改定案が1977年5月13日に、 国際連合経済社会理事会の会合で2015年12月17日にはさらなる人道的配慮に踏み込んだ改定案マンデラルールが国連に承認された。また国連薬物犯罪事務所は障害者、とりわけ精神障害者、社会的少数者をはじめとした特別な配慮が必要な社会的弱者の人道的配慮のために国際人道法、 国際人権条約や文書を踏まえた手引書を作成した。刑務所は刑を執行される場所という機能が大きい。刑は、禁庫刑から、懲役刑、死刑などの身柄が拘束されるものに限定される。罪の償いを行うべき場所であり、それが前提で運営されている。ただし、社会復帰が見込まれるものに対してはそのための支援が行われる場合もある。なお、 市民的及び政治的権利に関する国際規約の第10条第3項は刑事施設の目的が公正と社会復帰であることを明記している。また、拘束の程度も各国でまちまちであり、ペルーで反政府活動により禁錮20年の刑に服していたロリベレンソンの例では、獄中結婚のほか出産も行っている刑務所が周辺地域に与える影響として、 法律や倫理を破った犯罪者を扱う施設、そして脱獄から来る社会的な不安や治安の悪化などが一般的に懸念され、刑務所建設などで地域住民による反対運動が行われることが多い。ただし、日本国内においては、地方自治体などでは、日本国内における脱獄事件が近年では皆無であること、刑務所職員及び家族の移住などに伴う人口増加、 刑務所内の物資購入などの消費活動の増加、就職先の拡大などのメリットをアピールし、刑務所のイメージ向上に努めている。また、周囲の壁の色や、収容棟の塗装を明るくしたり、網走刑務所のように、観光名所の一つとしてアピールしたりするところもある。一方、アメリカでは、過疎の農村に誘致された、刑務所は受刑者の家族の訪問を困難にさせ、 受刑者と家族の結びつきを弱め、出所しても帰るところがないために、社会的孤立から、再び犯罪に走ってしまうという問題や、刑務所の誘致による、地域活性化にしても、監修や、施設管理の仕事は、訓練や、技術力が不足している、地元民には回ってきにくく、刑務所で消費される、生活物資は大企業から供給されることが多く、安価で従順な受刑者による、 刑務作業が近隣住民の労働力と競合するという問題が発生していると言われている。刑務所内で形成される暴力を背景とした囚人同士による統治組織をプリーズンギャングというアメリカの刑務所を対象としたデイビッド・スカーベックの研究によれば囚人の数が著しく急増した1970年代に新山の囚人によってそれまで機能していた。 囚人の掟き手と呼ばれた囚人同士の規律が破壊され秩序の維持が難しくなった状況下でプリズンギャングは自然発生的に組織された。この現象は男子刑務所に限られ女子刑務所ではプリズンギャングが組織されることはなかった。同時期にプリズンギャングが出現した数は30カ所に及んだがほとんどの場合プリズンギャングはストリートギャングなど地域的な暴力組織とは 無関係であり、トップとなる人物はいても、その統治システムは文献的である。プリズンギャングは実質的に刑務所内の暴力を抑制し、刑務所の職員からも歓迎された。プリズンギャングの中でも最初期に発生したサンクエンティン刑務所のメキシカンマフィアは麻薬取引を通じて、刑務所外にも強い影響力を持ち、他のプリズンギャングもそれに続いている。詳細は、 刑務所廃止運動を参照刑務所は人権侵害といった弊害があることから刑務所を廃止すべきだという主張が存在する。アメリカの社会学者アンジェラ・デイビスは学校教育の改善、懲罰や復讐ではなく保障と和解に基づく裁判制度、麻薬使用の非犯罪化と麻薬依存治療プログラムの充実などで刑務所を廃止できると主張している。日本の刑務所を参照なお、 日本において、死刑囚は、刑務所には収容されず、死刑執行施設がある拘置所に収容されているが、札幌、仙台においては、収容は拘置所敷地内であるものの、執行施設は隣接する、刑務所敷地内にあるため、執行の際は、拘置所敷地内から刑務所敷地内への移動を伴い、厳密には、収容イコール拘置所、執行イコール刑務所という、刑の執行は、 刑務所でという旧来の原則が現在も残っている。札幌、仙台以外は高知署内に執行施設があり、収容も執行も同じ高知署敷地内で完結している。フランスの刑務所は188施設でそのうち1 0に施設が1912年までに建設された施設で、老朽化が問題になっている。また、2005年に1月時点での収容率は115%と、 過剰収容も問題になっている。アメリカ合衆国の強制施設は2002年現在、連邦刑務所が84施設、州立刑務所が1320施設である。連邦刑務所や州立刑務所以外にも地方に設置されている、拘置所がある。刑務所の警備レベルは、収容者の犯罪歴に合わせて、最高から最小限まで5段階に分かれており、軽犯罪者が収容される、 高速程度の非常に緩い刑務所から複数の終身刑を受けた重犯罪者が収容される自由度のない刑務所まで待遇は様々。韓国の共生施設には、共同所、拘置所、拘置所がある。また、歌舞伎校として、少年共同所、女子共同所、解放共同所、職業訓練共同所があり、各一施設設置されている。韓国ビジネス51から52ページ。 韓国ビジネス46から47ページ。スタンダードミニマム、ルールフォーザトリートメントオブプリズナーズ、ハットハンドブックオンプリズナーウィズスペシャルニーズハット、韓国ビジネス146から147ページ。AB マットリドレー、進化は万能である、人類、テクノロジー、宇宙の未来、大田直子、梶原太鼓、柴田博之、吉田道。 予約早川処房 2016ISBN9 条7841億5 2 0百9万 6371pp311 から313韓国ビジネス113から122ページ AB 菊田孝一海戸雄一編刑務所改革刑務所システム再構築への指針日本評論者2007年 P271 ハット AB 菊田孝一 海戸雄一編、刑務所改革、刑務所システム再構築への指針日本評論者、2007年、P276、弊のない刑務所は、アメリカにもあった。脱走者ゼロの理由は、ショック両方。FNN プライム、2019年7月20日閲覧、AB 菊田孝一、海戸雄一編、刑務所改革、刑務所システム再構築への指針日本評論者、2007年、 P293, ありがとうございます。